内部から撃破する機会を見つけられるならば話は別だ。君に古竜の力を与えよう。一緒に機械を探してほしい。ご助力を。あれの悲しみが敵意に変わっていくのを必死と感じる。雪を舞い、深海のカゴ。四星のクジラは飲み込みたいという本能に抗うことができない。奴の敵を刺激すれば機械は訪れる。後片付け、感謝する。本来は私の仕事なのだがな。ただこもって修行していただけだというのに、よもや弟子と師匠のペットが戦い始めてしまうとは予想はしていたが、少し早かったな。さっきの力、何者だ？多分今言ってた内容からしてタルタリアの師匠スカークなんじゃないか。こないだタルタリアは口数が少ない人だったって言ってたような気がするけど。弱者と話すことなどないだけだ。お前たちは世界の外の力に頼らず鈍性のクジラに勝った。故にお前たちには私と平等に話をする資格がある。その考えには賛成だ。星の大会で鈍性のクジラのようなペットを飼うなどどう考えても妙だしな。力の差が激しいし触れ合いだってしにくい。それに食欲が旺盛すぎて弟子の時間を犠牲にして見張る必要さえあるとき、何にせよペットとして合格だとはとても言えんな。スカークさん、多分だけど。大事なところ。大事なのはお前の師匠、つまりタルタリアの師匠の師匠って。知らなかったのか。すまない、彼を知っている前提で話をしてしまっていた。
師匠はスルトロッチという。ん？聞いたことのない名前だ。うん。師匠の知名度が足りなかったか。うむ。極悪鬼。それも聞いたことがないのか。なら、預言者ベズルフェルニルは？レインドット！知ってるぞ！魔女会のメンバーで、アルベドのお母さんだよな。ほう。その名は知っていたか。今挙げた称号と名は、師匠から聞いたものでな。だがこれで、お前たちもより理解しやすくなったはずだ。ちょっと待てよ。さっき、預言者と。それより、一刻も早くお前たちに伝えなくてはならないことが、先ほど、鈍性のクジラがお前たちと戦っていたとき、このように荒れ狂う水元素力は、この理論上から言えば、フォンテーヌの陸上は、つまり、お前たちがずっと恐れて、なんだって？心配はいらない。フォカロルスはすでに、天理を騙しているのだから。人々は皆、海の中に溶け、フリーナは、自らのカムクラで涙を流す。そうして初めて、フォンテーヌ人の罪は、洗い流される。俺たち、溶けてない。予言は嘘だ。デマだったんだ。